堀城は大阪市淀川区にあった日本の城で別名は中島城とも言われている。堀城もしくは中島城は資料に多く記述されているが、大阪市の中心部にあり、遺構や城の場所が明記された石碑は存在せず、城郭推定地については不明な点が多い。日本城郭体系によると、英翼9年に細川藤方が 築城との記載が見受けられるが、深いの合戦やカツラの戦いが記載されている。細川両劇等にはすでに堀城、中島城と記述されており、鳥のような城が築城されていたと思われ、その後に細川藤方が本格的な城郭を築いたのではないかと考えられている。中島の地は細川住本と細川高国の細川の内紛で、阿は、 堺京都の中間地点にあり、防御する側、攻め込む側双方にとって、重要な地点ではなかったかと思われる。築城に関しては、不明な点が多いが、細川市の誰かが築城したと考えられている。天文4年、強六、天文の乱で戦っていた石山本願寺保守、少女と、細川春元の間では僕が成立したが、翌天文5年に、 中島城にこもった一部の一騎衆が細川軍と戦った。春元の武将、木沢長政に攻められて、一騎衆は敗走、下妻頼森は後に暗殺された。近郊の大和田城もこの時築城されたと推定される。天文18年の江口の戦いでは、三好長慶が、同族の三好正勝が牢城する江波城に対する前線基地として活用していた。 石山合戦で、城主、細川明元は、三好三人衆が要する野田城及び、福島城の対抗基地として、織田信長方につき、元気元年9月3日に、将軍、足利義明が、中島城に着陣するとの記載が見受けられる。三年後の天正元年、今度は義明が信長と対立、義明についた堀城は、織田軍と戦い。 敗北し開城した。おそらくこの時に廃城になったものと思われている。現在の淀川このように様々な歴史がある堀城で、あるが場所については、諸説ある。堀城は、川のほとりに築城されていたと思われるが、この川は1910年に廃川となった中津川で、近代の淀川改修事業で付け替わり、城の名残も完全に消滅し、 推定値が明確にできない。またこの地域は、地名が、たびたび変更され、文献によっては、現在の地名と違う地区が記載され複雑にしている。また、堀城、中島城は、同じ城なのか、同地域の別の城だったのか、詳細については、明確にはなっていない。東上しずま雪城志図紙に掲載されている堀城、 絵図1975年空中写真、東雪上しずしの推定上角部分、東雪上しずしに、堀上絵図が記載されている。この東雪上しずしは、明治時代初旬に作成したと思われており、この時代には跡地のみで半分はすでに宅地化されている。東雪上しずしが、堀上の正確な規模を示しているかは不明だが、 南北約140メートル、東西約160メートルの規模で、北側はすでに中津川堤防が築かれている。明治時代の地図によると、この周辺には、堀村、今里村という記載が見受けられ、さらにこの堀村より少し登った上流に、現在と違う13橋がかかっており、この周辺は交通の要所の可能性もある。 1974年の空中写真と比較してみても、当時と地形が大きく変化している。13公園堀り場の推定値。ありがとうございます。